ちょっと待て。くさび、刺さってるね。連邦の領土ってことなのですね。気をつけてこ。一生縁がなさそうな場所だ。まあラーンは本全然読まないからね。でも姉ちゃんもこんな暗いところで本なんて読めなくね。あれ、確かに暗すぎるかも。夜の大陸だから夜なのはそうなんだけど、時間的にはまだ早いよね。それに人がいる町にしては静かすぎるのです。おい、大丈夫か？どうしたんだ？こっちだ。ついてこれるか？はい。おう。なのです。相手がミラージュだってんならもう大丈夫です。よっしゃ、おめえバンザーイ。はい、ナムです。バンザーイ。はーい。ああ、もうどう突っ込めばいいか面倒だから私もバンザーイ。勝利だね。ミラージュ使い、そうか、丘からの大人だな。はい。そうそう、だからミラージュ相手なら任せてくれ。そういうことならこっちに来てくれ。誰だ、そいつらは。セリス、この二人は丘からの大人だそうだ。丘からの大人だって？あの、よかったら何が起こってるのか教えてもらえますか？ああ、今話そう。サビが現れてミラージュたちが。ああ、俺はツインエスの依頼でクサビが現れたこの町を調べに来たんだが、クラウドが来た時にはすでにヴァンパイアどもが現れて町は大混乱だったようだな。ようって。私は図書街の、特にこの古代図書エリアを守るために雇われた戦士だ。なのでここから離れることはほとんどない。それにここは静かだろ。町の様子は奴らが侵入してくるまでまるで気づかなかった。
そういえば彼は？うん、その辺で本を。いないな。シド、どこですか？シード、返事をしないのならここらの本を燃やしますよ。待て待て。相変わらず乱暴だな、チミは。うお、変なのが喋った。ミラージュなのです。私もそう思うんだが。チミたちは失敬だな。わしは人間だよ、人間。まあ、たまに。ポキャー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 ふっポキャー。まあ、こんな感じでたまに暴走するので落ち着かせるのも私の役目だ。落ち着かせるって、これもう壊れちゃったんじゃないですか。復活！それが何度壊しても壊れないんだ、これは。これよばわりとは、チミは本当に、はいはい、話を進めたいのでいいですか？ん？そういえば何だったかな。ああ、ビブリオマニア。じゃあそれで本を寝ないで読めるように体を改造しちゃったんですか？いやいや、チミチミ、わしは愛書家だよ。言うなればビブロフィリアと呼んでくれたまえ。突っ込むところそっち？改造というより何でも偶然ここに運び込まれた。それにたまたま魂が入ってしまったらしい。たまたま魂？ほえー、じゃあある意味本当に人間なんですね。玉が本当どころか、どっからどう見ても人間ではないか。いやいや、全く人間じゃないから。それよりチミたち、丘からの大人だって。それこそなんかとってもうさんくさいな。うさぎくさい？わあ、くさいのはこいつね。だけどこいつキツネっぽいから、むしろキツネくさいって感じだと思うぞ。またくさいって言ったですね。いい加減にするのです。玉はとってもフレグランスで上質な香りなのです。くさいと言われたのはランの存在なのです。フラダンスな香りとか存在がくさいとか、わけわかんねえボケすんな。いやいや、フレグランスかは置いといて、今回タマは何にもボケてないから。四十ボケっぱなしはラーンだから。四十？40回もボケてねえし。40どころか何百何千もボケてるわよ。てか、そもそも回数の話じゃない。なるほど、チミたちは芸人か。お前ら、いい加減本題に入れ。では話を戻しますと、あの牙が生えてた人って一体何だったんですか？もう姉ちゃんさすが。あれはヴァンパイアどもに血を吸われヴァンパイアになってしまった人たちだ。え？人がミラージュになってしまったってことですか？それって元には戻せないのです？そうそう、元に戻すといえばな、わしが若い頃に。いや、あれだ。おお、思い出した。ヴァンパイアになってしまったものも、早いうちに血を吸ったやつが倒されればちゃんと人に戻るといくつかの書物にあるな。あ、じゃあその血を吸ったヴァンパイアをできるだけ早く倒していけばいいってこと？そういうことだな。まあ、しかし血を吸ったヴァンパイアも元は人間。それを倒すということは一人を助け、一人を見捨てるということにならんか。まあ、あんな状態じゃ本も読めんだろうから、生きていても意味がないのかもしれんがな。いえ、本が読めないのは関係ないと思いますが、でも確かに両方は助けられないですね。マジ？どうしたらいいんだよそれ。最初の犠牲者を作ってゼロを倒すのはどうだろう。ゼロ？なるほど、ヴァンパイア増殖の始まり、ゼロ番目のヴァンパイアか。ああ、仮にオリジンと名付けよう。そいつを倒せば芋づる式に。そっか、血を吸ったヴァンパイアの血を吸ったヴァンパイア、その大元のオリジンさえ倒せばいいんだ。どうだろうシド、
行けると思いますか？この混乱が起きてまださして時間も経っておらんし、ま、行けるだろうな。なるほど、行けるか。分かったか、タマ。当たり前なのです。そうだよな、当たり前だよな。それで、そのオリジンはどこに？さて、クラウド、奴らが逃げる場所、いや、逃げる方向に規則性はなかったか？そう言われれば奴ら、引くときは必ずここから北へ向かっている気がするな。おう、となるとあそこだな。なるほど、数多くのミラージュ列車が破棄してあるあの墓場か。あまり時間もかけられない、すぐに向かおう。待てクラウド、町の住人の救助はどうする？それに私は。悪いがわしがいつポヒョーとなるかわからんからな。分かっているから長くここを離れられないんですよ。意外と役立たずの上、迷惑な人なのです。全然笑えないのは置いといて、私たちが手伝いますね。おお、ミラージュが相手だってんなら、ヴァンパイアだろうとなんだろうと、どんと来いなのです。そうだな、ここは丘からの大人を信じてみよう。列車墓場に行くときは声をかけてくれ、案内する。頼んだ。街はまだ混乱している。俺は住人の救助のため街に戻るが、オリジンは本当に任せて大丈夫だな。出会った時はあれだったけど、ここに来る前俺らの戦い見たろ、大丈夫だって。はい、街の方はお願いします。分かった、状況が許せば俺も後で向かう。よし、列車墓場まで案内するぞ。いいな。ですって魔法を知っているか？恐ろしい魔法。